はい、皆さんこんにちは、シャタヨシタです。今日は初めてやります、ウネ成形機マルチャーですね。はい、ちょっとどうなることやら分かりませんが、はい、サクッと3ウネですね、3ベッド、はい、やってみたいと思います。はい、行ってきます。はい、まずはここオンですね。はい、そしてスターター、アクセル、はい、まあ上げてやって、で、こっちがバックですね。はい、この状態で、これをロータリーを、はい、これでロータリーと連動、はい、でオンですね。ここオンです。一回止めて、ちょっと間っこ足で踏んじゃったんで潰れてますけど、ここの位置、はい、なんでここか、はい、よし、はい、マルチちょっと遅かったですね。マルチを出して、はい、ここは寄せて、よし、はい、あとはまっすぐ下がるだけですね。はい、これを下ろすのを忘れてはいけません。はい、これを下ろします。はい、これで押さえながら土が寄せられていきます。あそこに合わせていきます。よし、よし、どうでしょうか。文句のつけようがないぐらいまっすぐです。今回のクイズの前にですね、話しておかなければいけないことがありました。なぜ私はロジモマルチャー使ったかというとですね、まあ、マルチでやると品が良くなるというのと、あとは雑草ですね、はい、除草剤撒いて、まあ、しばらくは出てこないと思いますが、マルチ敷けばそこの部分完全に出てきませんので、はい、ハシュする手間よりも、まあ、その後々の雑草、それから栄品率ですね、良品、その辺を考えて、はい、マルチにしました。はい、今回のクイズはなぜ私がマルチにマルチャーを使ってロジモマルチを敷いたかです。お答えください。以上、シャタヨシタがお送りしました。じゃあまた。じゃあ最後にピオさん、おお、ピオさん感想は、おお、そうだな、このマルチャーっていうのはな、あれだ、あのカエルがよ、先ほどな、そこでな、どうでしょうか。昨日の午後ですね、もう上に飛び出てやつは問答無用で切り落としました。はい、そして1本だけですね、初収穫です。粉じらみが結構ついてますね、ちょっとショックだな。
だから体力王か、本当危ない危険ですね。2号です。頑張ってまいりましょう。はい、こちらサンラインの底の方ですね。よくこれがほつれてこんなになって挟まったりとかして出ちゃったりしてイライラしたことありませんかね。そしてこの対策方法としてダブルさんに教えてもらったのがこちらですね。はい、テープで塞いでしまうと、はい、ウネとウネの間、こちらに5本ずつサンラインを横に入れていくんですが、今回も4つサンラインを、はい、今回の幸運はここをトラクターが入って向こう側に行く通路を確保しつつ、春菊の畝ですね、ベッドを意識して直線的に耕していきます。はい、農家の店シンシンで買ったやつですね、アグリドリーム、はい、三流機ですね、中、はい、こんな形でここからバーッと勢いよく出ます。で、使うのがベストガード流材ですね。キュウさん、今日はジュエルキュウリですよ。おお、ジュエルキュウリか。その丸いクリクリっとしたやつの名前は指輪みてえってことか、宝石か。おさて、教えてくれ、春菊っていうのはうまいのか。北側アドミラル、肥大が始まってきました。ここに出てきているこっち向きの根っこってあっちから来てるんですよね。はい、即死、はい、孫づるの一歩し止めですね。あとこれ取り漏れちゃってますね。こういうのは長いのはハサミで直近ですね。今日はこっち北側なんですけど、北側全部入っていく感じで、明日は南が逆向いて全部入っていく感じ。根付いちゃった脇芽が結構ありますね。ほら、根っこが出てきてるんですよ。即死、孫づる一歩仕留め終わりましたね。1時間半かかりますね。はい、最後結びましたね。20、30、50センチぐらい、もっとあるかな。はい、下のサンラインが、ここは本当に通風を良くする感じですね。下っ端も取っちゃいますんで、ツルも。そしてですね、雑草がちょっとひどいので今日は雑草取りにします。はい、ピオちゃんの一人狩り